ライオンズの先発は連敗ストップを託した渡辺裕太郎です。その立ち上がり、先頭バッターにフォアボールを与えた後、松本さん粘りましたね。そうですね、大ピンチを迎えてね、初回から。その後は今宮、栗原と連続三振。山川ヒット、近藤がフォアボールでランナー満塁だったんですが、その後甲斐正樹、まあ、ここでね、ゲームを壊さないで2回までこう繋がったっていうのは、やっぱりいいゲームに持っていったのはやっぱり彼ですよね、渡辺裕太郎だと思うんですけどね。そしてその裏です。先頭バッター、この先フォアボール、そして源田がここエンドランの形で一気にチャンス拡大。今日1番2番に据えた駒崎、源田がしっかりと機能します。そして4番の山村がしっかり犠牲フライ、ここ粘ってたら大きかったですね。理想的な点の取り方だよね、いいスタートを切ったライオンズでしたね。先制点初回に奪ったライオンズ、1対0。渡辺裕太郎、その後もランナー出しながらも2回をしのいで、この3回は初めての三者凡退。まあ、今年の一ついいところの攻めるというピッチングはね、そうですね、どんどん出てました、はい。ただ一方のモイネロも2回以降は松山さん立ち直りましたね。いや、見てないですよね。やっぱり変化球もあって、ストレートもいいボールを放ってましたからね。2回は三者凡退、3回も三者凡退です。するとゲーム4回です。先頭バッターの近藤健介、重たい雰囲気だったと打線の雰囲気振り返りましたが、それを振り払う見事なカーブ打ち。このカーブをね、完璧に打たれたっていうのはね、やっぱりショックですよね。これで1対1、ホークスが中盤に同点に追いつきます。まあ、ショックですけども、渡辺裕太郎はね、ここでめげずにね、はい、その後もしっかり投げてますよね。5回もここはピンチを背負って、ワンアウトランナー2塁、今宮の打球、ここ源田の判断でした。こういうプレーが出るからね、ハイドシッてまだいけないんですよね。セカンドランナー3塁でのタッチアウト、ここ見事な判断でした。ここを攻撃に生かしたいところだったんですが、モイネロ2回以降のパーフェクトな投球が続きます。2回、3回、4回、5回と三者凡退のピッチングで、徐々にこう制球が安定してきましたよね。そうですね、もう自分の世界でね、ピッチングしてますよね。前半終わって1対1、するとグラウンド整備明けの6回です。ツーアウトながらランナー2塁1塁、バッティング夏場好調の甲斐です。ちょっとバットの先なんですけどね、そのバットを追いながらね、しかしライトの前にポトリでランナーが帰ってきます。ホークスが勝ち越し点、これで2対1、ホークスが一歩前に出ます。さらには今日久々のスタメン、今日が誕生日の河村、この一歩大きかったですね。いや、もう本当に最後の一歩でね、終わんないで、そこから攻撃ができるというこのチーム力ですよね。結果ランナー2人を迎え入れるタイムリースリーベースになって、これで1対4、ホークスがリードを広げます。これで3点差。センターの西川も思い切ったチャージでしたが、ここは及ばず。7回からは継投に入って1軍に戻ってきた田村、その田村から今日ホームランを放っている近藤健介、これも完璧でした。これも完璧って、まさに完璧でしたね。あっという間にライトスタンドへ。1試合2発となる17号のツーランで1対6とホークスがリードを広げます。2回以降パーフェクト投球を続けていたモイネロから、有効骨の骨折から戻ってきた佐藤龍生のこのヒット、ビジターでも出てましたが本拠地でも戻ってきたぞというところを見せてくれましたね。まあ、2回以降ね、全くヒットが出たない状況の中で、ようやく出たヒットですよね。そして3番手では本拠地初登板になるルーキーの上田です。今日ピッチングいかがでしたか？そうですね、まとまった投球をね、こうしてくれてるんで、まあ、ビハインドの中で投げてるんで、はい、今度競った時にどういうピッチングするかですよね。そしてこの源田のフォロー素晴らしかったですね。そうですね、やっぱり源田のところに、まあ、源田のところ飛んでないんですけど、結局ね、源田がカバーしてるわけですよね。この先弾いたところをナイスとろう、ルーキーの上田の初登板をしっかりとゼロで抑えます。そしてモイネロは初めての9回のマウンドにも上がりました。最後は三振で初めての完投勝利。ライオンズはこれで今シーズン4回目の8連敗という形になっています。
そしてベルーナドームにお集まりのホークスファンの皆さん、今日のヒーローは3安打そして2本のホームラン、近藤健介選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。まず1本目のホームランは1点ビハインドの4回でした。どんなことを意識して打席に入っていましたか？まあ、あのランナーないなかったので、まあ、ある程度こう長打っていうところで、まあ、攻撃もちょっと重苦しい雰囲気だったので、まあ、なんとかいい結果になったのが良かったかなと思います。捉えた打球は重苦しい雰囲気を振り払うような打球になりましたね。まあ、あのここ最近あんまり自分の思うような打撃ができてなかったので、久々にいい感触だったかなと思います。そして今日2本目のホームランは7回のツーランホームラン、追加点でした。あのバッティングも振り返ってください。まあ、あの9連戦ということもあって、まあ、ピッチャーを少しでもっというところでの追加点だったので、まあ、そこは良かったかなと思います。今日2本のホームランということで、まあ、チームとしても好調ですけれども、ここから乗っていきそうですかね？まあ、本当に一戦一戦だと思ってますし、目の前の試合を全力で、まあ、チーム全員で取りに行ってるので、まあ、その結果いいところに、まあ、飛んでくれたらという感じで、まあ、打席に当たってます。そして9連戦の中ですけれども、今日はモイネロ投手が初完投、それから川村選手にもバースデータイムリーなどありました。チームの勢い含めてどうでしょうか？まあ、本当にピッチャー陣に頑張ってもらってると思ってるので、まあ、野手は本当こういう夏場点を取って援護できるようにとは思ってます。さて連戦続いていきますけれども、明日以降の戦い、まあ、7カードね、引き続きの続けての勝ち越しが今ありますけれども、明日以降の戦いに向けて一言お願いします。まあ、連戦続きますけど、本当に目の前の試合をチーム全員で取りに行きたいと思います。今日のヒーローは2本のホームランを放ちました近藤健介選手でした。ナイスバッティングでした。ありがとうございました。今日は結果3安打3打点ホームラン2本で、その他の打席も松沼さん、フォアボールですから全打席全部仕事したんですね。いや、もう頭が下がる思いですね。まあ、近藤健介の活躍も光ってという今日のゲームです。まあ、今日に関しても改めて4番の山川の後の近藤の怖さが本当に出てましたね。はい、そうですね。あの意外と山川が目立ってないっていうかね、近藤がすごすぎて、こういうチームなかなか勝つのは難しいですよね。山川自身もあのヒット自体は2本出てるんですけどね。本当ですよ。すごいスイングもしてますね。それがちょっとね、あの霞むぐらいの近藤健介の活躍ぶりというね。そうですよね。本当に